こんにちは、まーです。ポンポンでリースを作っていきます。材料はこんな感じです。材料も少なくて簡単に作れるんですが、指先のチークになりますので、ぜひ作ってみてください。今回はこちらの小さなポンポンを使って作っていきます。ワイヤーは100均のビーズコーナーでゲットしてきました。まずワイヤーを20センチぐらいでカットします。そして片方をポンポンが出ていかないようにこんな感じで丸く輪っかにしておきます。そしたら通したポンポンが反対から出ていかないかと思います。そしてこんな感じでワイヤーを斜めにカットするとポンポンに通しやすくなります。見えづらいですが先とんがってます。指に誤って刺さらないように気をつけてください。そうするとこんな感じでポンポンに簡単に通すことができます。そして残りのポンポンも通していきます。今回は8個で作りました。ポンポンの大きさによっては8個じゃない方が可愛くできる場合もあると思いますので、好きなように作ってみてください。8個全部通ったので輪っかにして結んでいきます。グー結びを1回して、さらにもう1回グー結びをこの上からしました。これで完成でいい場合にはこの出ているワイヤーをハサミで切ってください。でもこのリースをどこかに飾りたい場合はこんな感じで少し1センチほどこんな感じで輪っかができるように残しつつ、上の部分をネジネジするとこんな感じでどこかに飾ることができます。あとは好きなように飾りをつけたら完成なのですが、このつける時にピンセットを使ったり指で挟んだり、いろんな方法で指先を使うとさらに指先のチークになっていいかなと思います。こういうシールタイプのものを使うのもいいですよね。できました。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。